はい、こんにちは。今回はこちらの香箱ガニ、今10月なんですが、時期だとまだ金沢の方では取れていません。ち早く取れている新潟の方で取れたこちらのカニを使って紹介していきたいと思います。ではまず足を落としていくんですけど、私の場合はまずここの先を全部取ってしまいます。これで今1本ずつ落とすんですけど、気をつけなきゃいけないのはここの根元で落とさないようにしてますね。こうやって落とします。甲羅を剥がします。でこの時にこちらのガニ食いってね、食べられないところなんですけど、これを取っていきます。岩のふんどし、あとは中を取っていく作業です。で甲羅の場合、ここに内子がついてますので、口を外してもらって、このオレンジ色ですね、この味噌も一緒に残して、でこのオレンジ色が内子、反対側の肩の方にもね残ってますので、ここの内子も一緒に取っていきます。これが味噌と一緒になっている内子です。先ほどのここから取った外子の部分ですね、こちらはこそぎ取ります。で外子が終わると、次ですね、いろいろやり方あるんですが、半分にして、で私はこれ縦にしていきます。こうすると結構ほぐしやすくなりますので、結構簡単に取れるんですね。この時に注意しなきゃいけないのが、割れてる殻がね入ってしまいますので、そこだけ注意してください。香箱ガニはいつ頃から食べられるんですか？そうですね、11月の早くて7日、遅くても8日ぐらいには出てくるかなという感じです。で、あと足だけが残っているので、この足を、この巨大なすりこぎ棒、これを使ってこの身を出していきます。こういう感じで綺麗に出てくる。こういう感じで足の部分とバラ身の部分と外子、内子、ここの部分はね、まあ、こうやって取っていただくのもいいですし、あとはおつまみとかにするときに飾りに使ってもいいとは思います。はい、ではお寿司作っていきます。まずは軍艦ですので、シャリ玉をね握っていきます。オスとメスで味わいは違うんですか？そうですね、メスの方がどちらかというと、今もご覧になったように卵を食べるという感じなので、オスに関しては完全に身がメインという意味では、だいぶ目的が違うみたいなところはありますよね。大体この1杯で4貫ですね、ふんだんに使っていきます。食べ方は何をつけて食べるんですか？もう私はもうそのままいってほしいと思いますね。塩茹でだいぶいい具合に塩気もあるので、せっかくなんでお醤油も本当つけなくてもいいとは私は思いますね。で仕上げに、金粉ですね。お店ではね、こういう甲羅も使って、まあ、こういう風にやったりしますね。ありがとうございました。